手県奥州市江差地区、東北地方における民家の中で南部曲がり家とともに代表的な造りである凄家、その典型として評価を受けている建物があります。旧後藤家住宅です。半世時代、江差市は伊達藩に属していたことから、旧後藤家住宅は南部藩の曲がり家形式ではなく、寄せ棟かやぶき造りの凄家になっています。こちらは、江戸時代にはすでに建っていることが分かっておりまして、こちらを、元の建ってた位置から移築するときに、移築するときに下の方のところから、笹当場というものが出てきまして、そちらの方には元禄8年の記載がありますので、少なくともその頃には建っていたと考えられています。現存する民家としては特に古い年代に建てられた旧後藤家住宅、建物の中は半分以上が土間で占められ、その奥に住居スペースの板間があります。土間はかやぶき屋根まで吹き抜けになっていて、柱が二重に立ち、上屋と下屋の構造的役割が分かれている、極めて珍しい作りになっています。住居スペースはいろりのある台所、板間、畳を敷いた座敷などがある田の字の間取りで、建物の規模から豪農の家だったと言われています。もともとここの建物は何回か改築はされているんですけれども、軸部という、家の中心となる柱の部分というのが全く改築、そこの部分は建てられた当初のままですので、そこの部分がやっぱり、よく保存されているということで、重要文化財に指定されたということになります。